4月28日は、グレゴリオ歴で年始から118日目にあたり、年末までは、あと247日ある。王天門の変バウンティー号の反乱。多くの文学、映画作品の題材となった朝鮮王家の王政尻銀と、ま子女王が結婚イングランドをエドワード4世、誕生アメリカ合衆国、第5代大統領、ジェームズ・モンロー。 新旧大陸間の不干渉、文老主義を提唱した薩摩藩主、島津成明。西洋技術を積極的に摂取した法律家、トビアス・アッセル。国際常設仲裁裁判所の創設に人力風刺で知られた作家、カール・クラウス。画家、佐伯雄造。画像は郵便配達府、ランボルギーニの設立者。 ペルッチオ・ランボルギーニ・ニザンビアの初代大統領、ケネスカウンダイラク共和国大統領、サッダーム・フセイン第3回十字軍の英雄コンラート一世、暗殺されるギブズの愛、リツなどの発見者、ウィラード・ギブズ。メディアを再生するベニート・ムッソリーニ、駐殺される。動画は、アメリカのニュース映画国際労災犠牲者追悼日。画像は、イギリスの記念樹。 ありがとうございます。